赤嶺政権君。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。はじめに、文化芸術への支援について、質問をいたします。新型コロナウイルスの感染拡大により沖縄県内で文化芸術活動に携わっている方々にも深刻な影響が出ています。この間県内の芸能関係者などで作る沖縄県芸能関連協議会、沖芸連の皆さんから何度かお話を伺ってきました。公演やイベントの自粛中止による影響を把握するために沖芸連として今年3月から4月にかけて県内の芸能舞台芸術関係者を対象にアンケートを実施しています。これによりますと延期や中止による2月から4月の減収見込み額は回答のあった273人の合計で1億2560万円に上ります。緊急インターネットで実施したものであることからこれは氷山の一角に過ぎないとこのように強調しておられました。この1週間のうちに全国的にも活躍するアーティストをですね多数輩出している店舗を含めてライブハウスの閉店が相次いでいます。沖縄の伝統芸能の実演家も例外ではありません。公演が中止になり弟子の稽古も休みにせざるを得ず一切の収入が断たれる一方で道場の土地代や家賃が重くのしかかっています。家族を養うためにコンビニで働きながら公演の再開を待つ人、芸能を諦めて職を変えようとしている人もたくさんいるとのお話でありました。沖縄復興担当大臣に伺いますが、こうしたコロナの影響に苦しむ沖縄の芸能関係者の現状、これをどのように把握しておられますか。江藤大臣。新型コロナウイルス感染症防止対策として沖縄県内でも多くの公演やイベントが延期中止を余儀なくされていると認識いたしております。国立劇場沖縄においても今お話ございましたように、本年2月下旬から6月までに公演の中止延期が28件となっておるということで大変心を痛めている次第でございます。しかしなかなかこの3ヶ月以上にわたってですね直接行って見ることができなくて、申し訳なく思うところでございますけどですね、そういう中で我々もいろんな情報を入れながら、このことについてですねできるだけ把握しようとしているところでございます。そういう中で、公演と延期等によりまして伝統芸能実演者や舞台芸術関係者が出演料や借金をですね受け取れなくなった結果、今年4月に、沖縄県内の芸能関係団体を行った調査においては、このまま中止や延期が続けば生活に影響が生じるという意見もあったことも、それで十分、承知している次第でございます。その後沖縄県としてですね県主催のイベント等の実施ガイドラインを策定しさらに昨日、17日にですね改定によりましてイベントの上限人数を徐々に緩和する、予定とお聞きしたいたしております。各実施主体に対しても感染予防対策を徹底した上でイベント等を実施するよう呼びかけていることから次第にイベント等の機会は回復していくものと考えていますが文化庁における文化芸術活動者への支援の状況等と合わせて状況を見守ってまいりたいというふうに考えている次第でございます。委員長。赤嶺君。あの
沖縄の伝統芸能は、本土の歌舞伎のような、世襲制ではなく、幼い頃から芸の道に親しみ、自らその道に進んだ人たちが支えています。国の重要無形文化財で、ユネスコの無形文化遺産にも記載されている組踊り、この組踊りの場合、最終的に実演歌として舞台に立てるのは全体の 5% に過ぎないというお話でありました。そうであるにもかかわらず、芸の道から離れようとしている方々が生まれていることは非常に残念ですし、伝統芸能の継承にとって大きな痛手であります。沖芸連の玉城節子副会長は、沖縄の文化を現場で支えている方たちが孤立して追い詰められている、一度失ったものを取り返すことは難しいと、このように訴えております。こうした下で、芸能関係者の方々が文化芸術への支援策として強く求めていたのが、文化芸術復興創造基金に対する国の財政支援でありました。民間任せにせず、文化芸術団体や議員連盟も求めているように、国が1000億円規模の拠出をしてほしいとおっしゃっていました。ぜひこの点も私からも強く要望したいと思いますし、この点については6月12日の参議院予算委員会で文部科学大臣は、国としても国の役割を果たしていく、そういう準備をしていきたい、このように答弁をしております。文科副大臣に伺いますが、国も財政的な支援を行う方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。今どのような検討状況になっているのでしょうか。上野文部科学副大臣。お答えいたします。今般の第二次補正予算では、文化芸術活動の再開に向けて、我が国の文化を支える担い手である実演家、そして技術スタッフの方々や文化芸術団体に対して、その活動継続や技術向上に向けた積極的な取り組みや収益力を強化するための取り組みへの支援を行うこととしております。先日の6月12日の参議院議員の予算委員会における大臣の答弁におきまして、官民の役割を分担するという前提として、国の役割を果たしていくという趣旨を述べたものと理解しておりますが、国といたしましては、第二次補正予算の迅速かつ確実な執行に努めるとともに、さらに周知、広報、報告、広報に努めてまいりたいと思っております。委員長、赤嶺君。国の役割、広報というんじゃなくてですね、国の役割、きちんと果たしていく必要があると思うんですが、現時点でその基金には、どのくらいの寄付が集まっているんですか。上野文部科学副大臣。同基金に対する民間からの寄付の受け入れについては、6月17日時点で、約162万円でございます。委員長。赤嶺君。162万円全国で、これで文化の振興ができるとまさか思っていないですよね。国の責任は基金を集めるための PR とも思ってないですよね。やっぱり超党派の議員連盟が文化芸術のコロナ禍からの支援のために1000億円国も供出すべきだということはですね、強く求めておきたいと思います。政府が541億円を出資して芸術文化振興基金を創設した例もあります。
ぜひ早急にですね、具体化を図っていただきたい、そういうこの実演歌が、伝統芸能から離れていく、これは非常に大きな損失に、なります。沖縄北方大臣、江藤大臣に伺いますが、昨年は組踊りが首里城正殿前のうな、中庭ですね、うなで、初演されてから、300年の節目の年でありました。伝統組踊り保存会などの関係諸団体はによってさまざまな記念行事が取り組まれました。うなでの記念式典と、公演を数日後に控えていた10月31日に、首里城は焼失をいたしました。当委員会委員長先頭に、首里城の焼失現場を視察いたしましたが、本来であれば、向こうの場所で、あの場で、組踊り300年のですね、そういう文化を堪能できる場所であったわけです。今内閣府は沖縄県と連携して首里城の再建に向けた取り組みを進めておりますが、首里城の再建は有形の文化復興です。伝統芸能という無形の文化振興と一体でこそ意義を持ちます。沖縄の文化芸術の日を絶やすことのないよう力強い支援を求めたいと思いますが、いかがですか。江藤大臣。首里城の復元につきましては、今お話ございましたようにですね、ハード面での、復元ということは非常に大きいわけでございますが、しかしこの復元の中でですね、いろんな、沖縄が持っております、その例えば赤瓦などの伝統的な建築技法とかですね、いろんなものもございますのでですね、それからまた、美術工芸等もあります。またその中で、今ありますですね、組踊りや空手などの琉球文化の復興などをですね、全体を進めなければいけないという具合に認識をいたしております。首里城の復元につきましては、令和8年までの復元を目指して、取り組みを進めています。でそういう中で、これに関連するですね、首里城の象徴される琉球のその歴史文化の復興に向けても取り組まなければいけないという具合に、認識している次第でございます。沖縄において育まれてきました国際色豊かな独自の文化芸術は、沖縄の地域資源として非常に重要なものであり、これまでにも県内の文化芸術活動に対する支援にはソフト一括交付金等も活用されています。内閣府としてもですね、県が進めることとしている基本方針の具体化の取り組みを含め、現状を注視してまいりたいと思っております。なかなかですね、このコロナの間ですね、県とのいろんな連絡はですね、これお互いに行き来ができなくてですね、だいぶ薄くなってきたところでございますけれども、もうこの19日にですね、やっと交流ができるということになりましたのでですね、私ども一層の連絡を取り合って、この実現に向けてですね、頑張ってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。委員長。赤嶺君。首里城の再建というのは沖縄の文化芸術の振興と一体なんです。首里城というのはですね、そこをですね、見ていただきたいと。次に医療現場の現状についても伺いますが、第二次補正予算が成立しました。こうした施設に対して、感染防止対策の支援はありますが、事業促進の現状そのものの補填、その他、ありません。沖縄の医療機関も、倒産の危機をずっと訴えております。第二次補正予算には、損害の補償がないということが大きな問題になっておりますが、
厚労副大臣に伺いますが、現在の対策だけで医療機関や介護施設などの経営破綻、廃業を防ぐことはできるという考えですか。橋本副大臣。お答えをいたします。新型コロナウイルス患者への対応を行っているか否かにかかわらず、医療機関では外来患者、入院患者の減少により経営が悪化していると承知しておりまして、地域医療を継続できるようにしていくことが必要でございます。でこのことは全国的な課題ではありますが、もちろん沖縄県の医療機関においても、あるいは介護の機関においても同様なんだろうというふうに理解をしております。で私どもといたしましては、その地域の医療機関は、複数の医療機関が連携して面で対応するものであって、その一部が欠ければ成り立たないないため、医療機関全体として必要な診療の継続を確保することによって、初めて医療提供体制を維持することができる、このように考えております。で先ほどお話がございましたように、1次の補正、それから2次の補正において、その新型コロナ緊急包括支援交付金、等々の拡充を図ってきておることによって、例えば休止をした病床だとか、その空床として持っているだけではなくてですね、そのために休止とした病床についても、補助の対象にするでありますとか、あるいはその診療報酬上の評価の引き上げでございますとか、介護報酬上の介護の事業所については介護報酬上の特例を設けたり、またかかり増し費用の助成などなどということで、さまざまな支援策を行っているところでございます。もちろんまず私どもとして、こうしたことをしっかりと執行し、その医療機関あるいは介護施設等々が経営を継続できるようにしていただきたい、こうした思いで取り組んでおりますけれども、同時にですね、やはり今後ともその関係団体などからしっかり丁寧にお伺いをし、また徐々にそのレセプトのデータが上がってまいりますので、そうしたものも見ながら、医療機関や介護事業所の経営状況を適切に把握をしてまいり、有効に考えております。委員長。赤嶺君。一次補正、二次補正では医療機関の危機は救えません。これ沖縄だけじゃなくて全国的に、そうでありますが、私のところにもある介護施設の理事長はですね、こういうファックスを送ってきました。コロナ禍の中、公私ともに負担を強いられている現状の職員に対して、減収のため現状のままでは十分な手当の支給ができなくなります。日々利用者の方のために頑張っている職員の士気が下がること、またそれが離職につながることを危惧しております。職員と利用者の方、またその家族を守るために、緊急に減収分の補填をしていただきますように、要望いたします。減収分の補填、これが中心になっているんですよ。そこを避けたらですね、医療崩壊は、を防ぐことはできないと、沖縄でも全国でも同じだということを、強く申し上げておきたいと思います。ちょっと時間がありませんので、沖縄振興開発金融公庫の、特別貸付について、伺います。新型コロナの影響で収入が減少し、公庫に融資を申請しようとしたものの、門前払いされたという、相談が私のもとに寄せられました。負債残高、この方の負債残高というのはこの方が作ったんじゃなくて、30年前、40年前の保証に入った、それが残っていたということで、100万円、これがあるそうですが、申請に行くと、担当者から借金を返さなければ融資はできないと言われたそうであります。政府は、融資審査に際しては、融資先の赤字や、債務超過、貸し出し条件の変更といった形式的な事象のみで、判断するのではなく、事業者の実情に応じて最大限の配慮を行うよう、3月6日に、通知を出しています。ところが現場では、機械的な対応をされる事例が起こっております。改めてですね、通知内容の周知、徹底をしていただきたいと思いますが、大臣いかがですか。江藤大臣。沖縄振興開発金融公庫におきましてもですね、1月27日に窓口、特別相談窓口を設置いたしまして、新型コロナウイルスの影響を受けた地元企業に対する特別貸付等を行っています。
このですね、政府系の金融機関としてですね、金融面のセーフティーネット機能を担う同公庫においてですね、急激な社会的経済的環境変化が生じている現在の状況下においてこそ、一層のその機能を的確に発揮することが求められているものと認識いたしております。政府としてもですね、これまでの同国に対して赤字や債務超過、貸出条件の変更先といった形式的な事象のみで融資判断することなく、事業者の実情に応じて最大限の配慮を行うよう要請してきたところですが、引き続き本店指定も含めてそうした対応が融資の現場で徹底されるよう求めてまいります。委員長、赤嶺君。この方は事業も真面目に取り組んできて、開発金融公庫に借金は1円もない方です。コロナでですね、業者が溺れかかっていて、その浮き輪にですね、みんなで沈まないように、そこの浮き輪にしがみついている。それを今回の開発金融公庫が、いろいろ条件をつけて貸さないのは、溺れかかった我々業者から浮き輪を取り上げるようなものだと言って非常に怒っておりました。個別にも改善を求めていきたいと思いますが、開発金融公庫がですね、ぜひ沖縄の非常にコロナ禍に苦悩している業者に対する支援の役割を果たしていただくように強く要望しまして、質問を終わります。